リンクスルールで OCG やってみた。スキルあり、初手4枚、デッキ枚数は40枚、魔法アラモンスターゾーン3枠、ライフ4000、 EX モンスターゾーンあり、その他はリンクスルール12マス、デュエルスタンバイ。スタンバイメインフェイズいいだろ。さあハンド世界一弱いな、これガチでやばいな、これガチで、え終わってね。じゃあ愚かな埋葬発動します。おー、いいだろう。じゃあゾウハを墓地に送りますね。あ、これで来た。ゾウハくんの効果、あ、手札から、冥界の黄昏カースを墓地に送って、このカードを手札に加えます。よろしい。スキル発動。スキル、あ、光と闇の逆転あ、光と闇の効果ですね。効果、うわー、闇属性爬虫類レベル4を光属性爬虫類レベル4に変えるぜ。何、そのスキルは昔ライフコストがなくて一生使いこなしていたと噂の。ライフコストなしで使えた時はぶっ壊れて言われていた。戻すことで光爬虫類レベル4モンスター冥界の檻ヌルを手札に加える。なるほど。ヌルの効果発動、手札からこいつをぶん投げることで、あの闇の爬虫類を墓地に送るぜ。よろしい。では冥界の檻ないよ、墓地に送って。ないよ、墓地に送っておいて。いや、ガチで弱い。冥界の邪水蓮発動、うん、爬虫類を墓地に送ります。では冥界の砂原黒木を墓地に送ります。いいだろう。手札4枚だと引けなかった結構ね、4枚って大変なのよ。コンボパーツ集めるのめちゃくちゃむずいから、どんだけデュエルリンクスというゲームがすごいゲームか分かるね。じゃあ黒木の効果発動、ね、手札のレプテレススポーンを墓地に送って、このカードを手札に加える。いいだろう。あいつ手札に加えたらいいんだ。通常召喚、いいだろう。黒木を通常召喚して自分フィールドに冥界が存在するので、墓地のヌルの効果発動、はあ、コカード特殊召喚。あ、じゃあ一回ちょっと異物混入させます。いいだろう。スキラだけドローしよう。スキラだけドローしよう。どうせ展開しないと勝てんカード1枚ドローします。2体のモンスターでオーバーレイ。はい、大丈夫です。キングレブリンをエクスティブ召喚。強い。キングレブリン効果発動。あー、異物かぶった、異物かぶった、異物かぶった、弱い。ちょっと異物処理班、誰か異物処理してくれ。冥界神オグドアビスを手札に加える。出た、オグドアビス来た、最強モンスター。ではボッチのカースの効果。はい、いいよ。自分フィールドのモンスターキングレムリンをリリースして、いいよ、このカードを特殊召喚。いいよ。で、あなたのボッチからモンスター1体出せるんですけど、どうしますか。出しません。じゃあカースの効果発動、はい、ボッチから冥界を蘇生します。大丈夫です。では冥界の檻ナイアを特殊召喚して効果発動。はい、1枚倒します。はい、で、じゃあこちらは、デッキから、冥界魔法トラップを手札に加えます。はい、大丈夫です。では冥界の大水を手札に加えます。はい、大丈夫です。効果発動、うん、手札からモンスター、光属性のオクドアビスを墓地に送ることで、はいはい、属性の異なる爬虫類を蘇生します。OK です。いや、まあでも爬虫類は蘇生できるか、まあいいや。じゃあオクドアビスを送って、キングレムリン蘇生します。はい、じゃあワンドローします。墓地のオクドアビスの効果発動。いいだろう。自分フィールドのモンスター3体をリリース。うお、そんな、そんな効果あるの。オグダービスすげえ、ドローしときますで、これで一応、ターンエンドです。で、この大水はですね、はい、メインフェーズに、はいはい、モンスターが相手の墓地に送られた場合に敵から爬虫類を墓地に送ります。なるほどな、うん、俺のターン、ドロー、大丈夫だ。俺は挨拶を引いている。これが、これが挨拶だ。ライトニングストーム発動。キモすぎー、ふざけんな。これがアルティメットパワーカード。フィールド上のモンスターすべて破壊する。お前の攻撃表示モンスターはな。組み違いだからな。まあ、まあな。そして、どうしよっかな。どうやってここかな。まあ、とりあえず一発挨拶するか。サイバーティックフュージョンサポート発動。サイバーティックフュージョンサポートの効果によってライフポイントを半分支払うぜ。そして、はい、俺は手札よりこっちやな、サイバードラゴンを捨ててギャラクシーソルジャーを特殊召喚。あ、強い。ギャラクシーソルジャーの効果を発動。その時大水の効果発動。いいでしょう、なんでしょう。墓地にモンスターが送られたから、はい、こっちも持ち壊しさせてもらうぜ。あ、いいです、大丈夫です。だがあんまり意味があるとは思えないぜ。チェーン1ギャラクシー、チェーン2そっちでどうぞ。レプテレスニャミニを墓地に送ります。はい、大丈夫です。で、1の効果で、ギャラクシーモンスターを持ってこれるので、ギャラクシーソルジャーを手札に加えることができるぜ。ギャラクシーソルジャーの効果、ネクスト痩せる特殊召喚2体でエクシーズ召喚。うお、召喚条件は機械属レベル 5×2 サイバードラゴンノバノバ効果発動、はい、オーバーレイユニットを使ってサイバードラゴンを特殊召喚。あ、ノバの上に重ねてオーバーレントワークを再構築。世界、あ、空きれうお、インフィニティー
めっちゃストラッキー。うわインフィニティとサイバードローンでサイバードローン G 側をリンク召喚するしかない。いやもう確かにここ埋まったからさ、ちょめちゃくちゃめんどくさいんだけど、いやスキル発動サイバー竜王儀。無駄だ無駄だ無駄だピロンピロン。おいそいつサイバーエッドしか出せないんじゃないのか。バカめ、初期サイバー竜王儀のテキスト知らねえのか。キモすぎる。やばい。初期サイバー竜テキストの画像をチャット部屋 OCG に貼ってやるぜ。これをよく読むんだくつけもの。チャット部屋かっこ OCG のとこ見ろ。自分のライフポイントが3000以下になった時にちょっとだけ4000を下回ってライフポイント1000につけ1体デッキ外からブロッドサイバードラゴンをフィールドに出す。これしか書いてねえ。なんて強いんだ。何もないキモい。リリースまでキー出すだけ。フロントで殴れちゃう。パワーボンド発動。パワーボンドの効果によってなんかもう3体で言えばもう邪魔だ。どけ。あこいつだけ面白いか。ユナテックランページドラゴン。ユナテックランページドラゴンの効果発動。この攻撃攻撃力をなんか何回か増やすで、もうなんかヘルツとなんかいいコディーバーサイバードラゴン。あいやこれヘルツとあれや怖い。そしてヘルツ効果コア回収。オーバーロードフュージョン発動。オーバーロードフュージョンの効果によってそこと俺除外してさらにランページドラゴン特殊召喚。無限に出る効果無限に出る。おら行くぜ。俺でバトルフェイズだ。今攻撃力の回数を考えといよう。1回2回3回4回5回6回7回8連打かかるぞ。いけキメラティックランページドラゴン4208連打。うわぁ終わらせられた。なんということだ。これなんということだ。誰が耐えられる。色変えたらやばいっすね。やっぱ初期のタイムアリズムやばいみたいな。これ一枚で、これ一枚で G が出ますから。